ミーオートチャンネルのアンズです。今回もまた夜遊びさんの曲、最新作のハルジオンをフォートナイトで演奏してみました。夜遊びさんってオリジナルの小説をもとにイメージソングとなる曲を作ってるユニットさんなんですが、今回の原作それでもハッピーエンドが私すっごく好きなんですよね。まあ語り出すとネタバレになるし止まんないんでやめときますが、夜遊びさんのボーカル生田リダさんがこの小説の冒頭を朗読したティザームービーがありますので、興味がありましたらそちらもぜひぜひぜひ一度聞いてみてください。さて今回の回路ですが、簡単に真似できるようなアレンジにしてみました。いや本当は音が足りなくて完全再現できなかっただけなんですけどね。制作目安時間は1時間から2時間かなと思います。スイッチ版向け設計図ならもっと短い時間で作れると思いますので、ぜひ真似して作ってみてください。それでは今回のシーケンサーの設定と使うミュージックブロックの番号を紹介します。スイッチ版は音が鳴らなくバグを回避するため、上から数えて1、2、3段目の部分だけを作るようにしてください。 PC 版向け高難易度はこんな感じになっています。この時一番上の段の薄い水色のミュージックブロックはこんな感じで同じのを2回置くようにしてあげると音量バランスがちょうど良くなります。よければお試しください。では次に実際の設計図をどうぞ。最初にスマホを持った状態でオプションを開き、グリッドスナップの項目をオフから8に変更します。地面に床を置き、仕掛けの項目からシーケンサーを選び、上に重ねて設置します。ギャラリーの項目から縦8マス横8マスの格子模様の床が含まれるセットを選択し、シーケンサーの横に並べていきます。 8×8 の模様であればどの床でも使うことができます。設計図は一度に床2枚分を表示するので、床2枚ごとに目印を置いていきましょう。ギャラリーの項目からミュージックブロックを選択し、地面に呼び出します。左から四角で囲んだ音階と丸で囲んだ音階が並んでいます。設計図で音階を確認しながら、スマホを持った状態でミュージックブロックを選択し、床に置いていきましょう。演奏が長くなる場合は途中でもう一度シーケンサーを置いて向きを変えましょう。この動画ではミュージックブロックの種類に番号を告げて解説しています。ミュージックブロックをデビ出した直後のプレイヤーに最も近い手前の列を1番、奥隣を2番とし、一番奥の17番までの列を全て番号で呼びます。作り方は以上です。最初の設計図を見ながら作ってみてください。いろんなゲームの音ブロックでこれからも演奏していきますよ。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。